市県の山間地域にてこの冬に行われた取り組み。よくある健康事業や地域イベントに移るかもしれません。ところがこの取り組みこそ混迷を続ける日本のエネルギー事情に対し一つのメッセージを発信しているのです。山梨県の中西部に位置する市川三郷町。ここは人口1万7000人足らずの小さな町です。その中でも最南部にある町営温泉紬の湯では、震災後平成23年7月よりスタートした節電外出支援キャンペーンは、環境省の推奨するクールシェア、そしてウォームシェアの趣旨を遂行している施設として注目を集めてきました。数多くの地域住民の家庭の省エネを支援し、交流スペースとしても大きな役割を担ったとも言われています。ここでは、この施設での取り組み、そして同じ地域のスポーツジムとの連携事業としての取り組みを紹介していきます。まず、はじめにクールシェア、ウォームシェアとは何かについて簡単に触れておきます。どちらも基本的には個々で使用していたエアコンなどの使用を控え、一箇所に集まり、電気をはじめとしたエネルギーを共有し、省エネ効果を高めようという取り組みです。家庭では、家族一人一人が別々の部屋で照明、エアコンなどを使うのをやめ、リビングなどで家族で一緒に使うことを。さらに、積極的な外出の機会を作り、冷房、暖房の効いた施設や店舗で過ごす。という日常生活上の行動様式を促す取り組みです。涼しさを共有するという意味で夏はクールシェア、また暖かさを共有するという意味で冬はウォームシェアとなります。さて、今回は特にウォームシェアについて、この温泉施設が中心となったウォームシェアを強化した取り組みについて紹介していきます。みんなで体を動かして温まろうをテーマとしたこの取り組みは、ウォームシェア燃焼系と名付けられました。これは普段スポーツや運動をされている方々は実感されていることと思いますが、健康づくりのみならず自分で体を温めるということが結果的に冬の省エネ効果となるはずです。運動による体温の上昇は体内で起きる自家発電に例えることができます。運動中、運動後の暖房の使用量が大きく抑えられることは言うまでもないことです。すでに体を動かして温まることはウォームシェアの推奨項目の一つにもなっており、平成24年には環境省が国民向けに啓発していることでもあるのです。今回紬の湯ではこのアクションを実際に来館者や地域の方々に体験してもらおうと考えました。同じ公共施設であるフィットネスジムニードスポーツセンターとも連携実施した数多くの温まるイベントやサービスについて紹介していきます。ウォームシェア燃焼系、みんなで体を動かして温まろう。ここ市川三郷町営のフィットネスジムニードスポーツセンターでは、老若男女を問わず幅広い年代層に
日々活用されています。専属トレーナーによる運動指導により個々の体力に合ったトレーニングを実践しています。こここそウォームシェア燃焼系にふさわしい場所なのです。まさに体を動かすことにより脂肪を燃焼させ体温が上昇し温まることとなります。ウォームシェアですからね、うん、温まるための餅つき大会ですから。よいしょ、よいしょ。新年の恒例行事として紬の湯にて行われている餅つき体験、昔ながらのキネとウスでつくこのイベントは予想以上に体力を使います。冬でも10回程度つくだけでも十分に温まります。連続で30回以上つくともう汗が出てきます。よいしょ、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 はい、スタート。まだ祈り行かないでください。まだ祈り行かないでください。紬の湯のエントランス前の芝生広場で開催された紙飛行機創作飛行大会。的となる景品をめがけて自分で作った紙飛行機を飛ばし景品幕内に着地できたら景品プレゼントというゲーム型イベントです。これには主催者側は本番より練習をすることの方にウエイトを置いていました。本番まで30分という時間の中で作り飛ばし走り拾う戻るという反復運動により体を温める効果を狙った催しだったのです。通常の浴槽とは別に温水プール型の浴槽を備えている紬の湯。この浴槽は水深1メートル20センチあり胸まで浸かることができます。この中でストレッチなどを行いながら歩くことにより心肺機能の向上と足腰などの関節に負荷をかけない筋トレができます。しっかりと行うことによりサウナ以上の温まる効果があるとも言われています。またここではヨガ、ストレッチ教室をはじめとした各種健康講座を年間事業として定期的に開催しています。通常はストレッチなどによる柔軟性向上による健康増進や介護予防の事業として行っていますが、冬には体を動かし温まることによる体温調整機能の活性化もテーマとしています。一方、ニードスポーツセンターでは毎朝10時の開館の際の利用者を対象としてラジオ体操を実施しました。これはトレーニング前のウォーミングアップを兼ねた取り組みですが、これだけでもかなりの運動となります。ラジオ体操は日本人にとって誰もが経験したことがあるほど馴染み深い体操であり、基本的動作もしっかり組み込まれている国民的体操です。ところが日常生活の中ではなかなか健康づくりには活用されていないというのが実態のようです。ここではウォームシェアの取り組みの一つとして活用を始めました。これは各種メディアから注目を集めるほど意外な取り組みだったのです。
さらに驚いたことに、このラジオ体操で温まろうという試みが他の地域の自治会の活動へと波及を始めました。これこそウォームシェア燃焼系の広がりへの第一歩となる事例なのです。他にも、つむぎの湯、館内のカラオケスペースの活用促進なども、温まるサービス、ウォームシェア、燃焼系として位置づけたことにより、広く活用されました。そして、この冬、想定外の災害が、この事業にとって、追い風となりました。平成26年2月14日から15日にかけて、山梨県を中心に関東地方を襲った未曾有の豪雪。平野部でも1メートルを超える積雪は、数多くの負傷者や住宅、物置などの損壊、壊滅的ともいえる農業被害など、大きなダメージを残すこととなってしまいました。くしくも、こんな状況の中、ウォームシェアとも言うべき活動が、各家庭や施設、店舗にて、極めて自然に行われました。これは、なんと、雪かきなのです。2月15日の午前には、降雪が止まり、各家庭、地域、施設等の周囲では、人力を主体とした雪かきが一斉に開始されました。その結果、家から外へ一歩も出られなかった14日と、雪かきによる外の活動が主となった15日では、暖房や照明などが抑えられた分、関東地方の電力使用量は前日比で約2割減となりました。これこそ驚くべき省エネ効果ではないでしょうか。さらに雪かき作業はご近所みんなで行うことにより、その地域内でのスキンシップを生み出し、その後には孤立住宅解消へ向けての地域ぐるみの雪かきボランティアなど、皆が一丸となれた機会でもあったのです。結果論ですが、ウォームシェア燃焼系は省エネ、運動、地域コミュニケーションという3つの大きな効用を生み出すこととなりました。身も心も温まるというより、寒さを忘れさせるような暑い冬を演出したのです。さて、体を動かして温まるという試み、実はウォームシェアとして推奨する以前にも、はるか昔から行われてきた方法なのです。その起源は江戸時代にまで遡ると言われています。それは日本の子供たちの遊び、おしゃくらまんじゅうなのです。おしゃくらまんじゅうは複数の子供たちが集まり、枠の中で押し合うゲームです。枠から押し出されたら負けという極めて単純なゲームですが、みんなで押し合うことにより、とても温まります。遊びの中にも温まることを取り入れていた日本文化の一つなのです。日本人は十分な暖房機器などない時代、自然発生的にエネルギーに変わる熱を体内で生成することを行っていました。また、これは寒い地方の人たちが酒や鍋料理などにより体の芯から温まるという生活の知恵とも類似していることなのです。化石燃料や原子力、またそれに代わる代替エネルギー、そしてその結果生成される電力、これらは現代の私たちが生活を営む上では欠くことができないものとなっています。しかし、これらへの過剰な依存は地球環境を劣悪なものとし、公害、自然災害、健康被害などの形となり、最終的には私たち自らの身に返ってきます。これこそ便利さの代償とさえ言える結果なのです。だからこそ、私たちは地球上の生態系を崩さないための努力の一つとして、可能な限りの省エネを実行していくべきです。エネルギーへの需要を下げることは供給を下げます。
つまり過剰なエネルギーを生成する必要がなくなるということです。結果として省エネ努力も代替エネルギーの一つとなりうるのです。科学の知識や技術、政治力などない私たちにできるアクションは省エネ努力しかないのかもしれません。今回紹介した取り組みはほんの一例に過ぎません。もっともっとシンプルでベストな方法論が見つかるかもしれません。さあ、あなたも自分でできる最善の方法を考え、地球の今と将来のために行動しましょう。